皆さんお元気でしょうか。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。今回ありがとうございます。まだね出遅れましたけどもね。今回も、はい、緑が美しい城西寺からお送りしております。今回ちょっと冷えるね。そうですね。ぐっと来てる。こういうね冷えってこう病気とかにもつながりやすいと思うんですけど、もしご自身やご家族が大きな怪我とか病気をしてしまった場合、どういった病院に入院したいなって考えますか。やっぱり設備が整ってるね病院だよね。その入院ちゃんとできて、先端の医療機器があってっていうところじゃないですか。そうですよね。僕は運動選手だったから、まあ、あっちこっち切ったり貼ったりしてるからね。そうなんですか。もう全てが賄えるところがいいね。ドクターがいてくれてね。綾乃ちゃんはどうですか。私は、まあ、とにかく安心できる病院が、信頼できる病院がいいかなって思いますね。やっぱり大切な人とか、まあね、大切な人をお預けするところなの で、 そうですよ、ね、絶対安心が一番必要です。大切な人もいるんだね。いっぱいいます。そうですね。お嫁さんとかね。そうです。ということで今回まずご紹介しますのが、最先端医療を身近な医療環境で提供しているこちらの企業様です。よろしくです。病院の名前である北青山 D クリニックの D の意味はデイサージュリー、デイリーヘルスケア、ダーマトロジーの3つを象徴するという。中でも日帰り手術にこだわりを持ち、最先端の医療をクリニックレベルで提供する医院がここにある。で今最近ではレーザーが非常に普及してきたものですから、レーザーがまだ日本で本格的に行われていなかった2005年当時に積極的にそれも導入して、でさらにその日帰りの質を高めてですね、日本の新しい医療形態を提唱する北青山 D クリニック院長阿保義久。下肢静脈瘤という症状があることを皆さんはご存知だろうか。下肢静脈瘤とはふくらはぎ、すねなどの下肢の血管が腫れ、足のだるさやむくみ、かゆみなどが起こる症状のことを言う。北青山 D クリニックの阿保は独自の手法と最先端の医療を使い、その下肢静脈瘤の日帰り手術を行った人物である。さらに阿保はこれまでの実績をまとめた日帰りレーザー根治下肢静脈瘤治療という本も出版している。椎間板ヘルニア治療やアンチエイジング治療などを手掛ける阿保に、外科医としてのこだわり、最先端治療などを聞いた。まずですね、お仕事の内容からお伺いできますか。今北青山 D クリニックというのを開業して、はい、運営してるんですけれども、もともと私外科出身なので、はい、開業して何をやるかっていうのを考えた時に、はい、その日帰り手術というのをまずメインの日帰りで、いいですね、治療が行えるような、そういう手術をまず中心として行うと。あとはそのがんの手術なども今まで行ってきたということから、がんに関する診断とか、はい、あとできれば治療予防、そういうものを手掛けるそういうクリニックを、運営しています。実際こういらしている患者様、どういったお声をいただいてますか。やはり患者さんの声って非常に我々気をつけるというか気になるんですよね。ですから患者さんの満足度というのを常に、こちらの診療内容の評価をする上で注意して聞いていて、その意味では 100% ではないんですけど、かなりの高い満足度をいただいているという印象があって、非常に精を出してやっているところですね。患者さんに喜ばれること一番だもんね。だって痛みを抱えたりさ、もちろんそれが悩みを抱えてお世話になっていくわけですからね、心もケアされて、ここだけ直してるみたいなね。もう僕らなんてほらもう切ったり貼ったりもそこら中してるからさ、そうなんですね。こっちもダメだったしみたいなね、ところで、ただ、終わればいいんだ、ね、それで終わっちゃうとね、なんか非常に付き合いも寂しいなと思ったりするんだけども、そうですね、そういう精神的なケアは非常に重要ですね。もうパッとこう接しさせていただいて、その思いがね、その強い思いと、あ、こういう先生だとこういう治療してくれるんだろうなっていう感じがしますよね。あ、そうですか、ありがとうございます。僕は
あのすごく昔印象に残ったのは、はい、大丈夫だ俺が治してやるっていう先生がおられて、うんうん、で僕膝の大手術をしたんですけど、大丈夫だ俺が治してやるって言って、この一言が現役でもう終わりかなと思った時に、うん、いやっていうね、だから入院する前にあもう大丈夫だっていう、うん、あとは自分がリハビリ一生懸命やればっていうふうに気にさせてくれたのが、うん、病院の先生だったから、うん、今も話聞いててあきっとそういう先生だなっていうね、頼りたいっていう、ね、そこですもん ね、はい、うん、あの北青山 D クリニック様では、ね、今レーザー治療があるということなんですけど、今そうなんです、はい、その日帰り手術の中で、うん、今非常に多くの患者さんが、うん、治療を希望されているのがここに書いている下肢静脈瘤という治療なんですね。これはもともとは、まあ、2000年に開業したんですけど、その当時は1週間か2週間ぐらいの入院っていうのが常識だったんです。でそれをそうなんです、で麻酔と手術法を工夫してもう日帰りというか 1,2 時間の在院時間でできるように、すごい、はい、まあ、それが始まりなんですけれども、はい、で今最近ではレーザーが非常に普及してきたもんですから、うん、レーザーがまだ日本で本格的に行われていなかった2005年当時に積極的にそれも導入して、うん、でさらにその日帰りの質を高めてですね、そのもう在院時間も短いし、手術のダメージも小さいと、そうすると生活への復帰時間も短くて済むと、非常に手術に対する恐怖心も皆さん小さくなったので、うん、悩んで、ね、そうですね、そうさっきもおっしゃっていただいたようなんですけど ね、悩んでいらっしゃる方が治療を受けやすくなってきたと思うんですね。まあそういう治療静脈瘤って先生僕勘違いかな、こう、ね、血管とかボコッ、いわゆるボコボコ、いやおっしゃる通りです、そうですよね、静脈のコブですね、あコブですよね、コブがボコボコと出てくる、まあ、確かに見た目も気になると思うんですけど、結局は血行が悪くなってるんですね。本来静脈などで心臓に戻らなければいけない血液が、はい、その逆流するのを抑える弁があるんですけど、はい、その弁が壊れることで逆流してああいうコブができるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。まあ、見た目だけの問題ではないんですけどね。それをその時間で治せるんですか？まあ、要は逆流している悪い血管がもうあるんです、はい、でなりやすい血管というのは決まっていて、もう片足1箇所か2箇所なんですね。それをしっかり同定してその血管の逆流を止めるっていう手術をレーザーを使ってやるんですね。そうなんです。それをでも受け入れる、レーザーをそのやるっていう時には決断はやっぱりいましたよね。これでいけるんだっていう、まあそうですね、発見してこれかっていうそうですね、最初はもともとは血管を手術で抜き取るような治療が根治治療だったんですね、うん、それを日帰りで行うっていうところをまずはい、皮切りに進めてきたんですけど、はい、でも何箇所か切らなければいけないですよね。で血管を抜くことによって神経も傷ついたりしますから、うん、その社会復帰というか、まあ、リハビリも結構大変だったりすることもあるので、うんうん、そのレーザーですと針だけで血管の中に治療するレーザーファイバー入れることができるので、ほとんど切らずに済むわけですよね。ありがたいですよね。まあ、そういう治療を取り入れるということに注目して、うん、で以来非常に多くの患者さんたちがこの治療を受けに来ていただいていて、我々としては今それが非常に多くの、はい、治療数を誇っている状態です。まあ、他にもいくつかの診療はやっているんですけれども、うん、はい、こうレーザー治療っていうのは全国的、まあ、世界的にも多くなってきて、もうここ数年でも本当に普及してきましたね。これは欧米の方が血管の病気が多くてですね、やはりそのレーザーの機械自体も欧米の機械なんですよね、うん、で全国的に増えてもきてますし、うん、日本人ももちろんたくさんの方がこの状況、うん、意外と結構皆さん潜在的にそういう逆流血管が起きてるんですね。北青山 D クリニックさんが他の病院とこう差別化を図っているところっていうとどの点ですかね。いわゆる先端的な医療をそのクリニックですから、まあ、大学病院や総合病院とは違って非常に患者さんとの距離が近いんですよね、はい、そういう形で気軽に受けられるように、うん、そういう点をまあ重視して、まあ、差別化をしていきたいというふうにも考えてます、うん、北青山にね、はい、あられるんですよねすいつも運転してブーって言ってるからちょっと分かりにくいんですけどね、ああこっそりやってるんですけど、ね、ああこっそりやって、いやいやそれだけのことこっそりやってないじゃない、はい、もうこっそりできてない、できないですね、もう公になってますもん。しかももうすでに、はい、日本人の方だけじゃなくて、うん、こう
世界からというんですか、うん、最近はですね結構やっぱ中国ここ最近ロシアあとアジアの方からも治療を受けに来られる方が増えてきたという印象はありますね。もともとその日帰り手術を行った時はその駐在している日本に駐在しているような大使館の方が多かったんですね、はい、米国人の方も、はい、フランス人の方もよくいらっしゃってたんですけれども最近は全くそういう形ではなくてその中国ロシアなどから直接情報を入手して治療を受けにいらっしゃる日帰り手術を受けにいらっしゃるっていうケースも出てきてます。はい、はい、また今日こちらに2冊本をお持ちいただいたんですが、こちらは阿保先生が、そうですね、今先ほどお話しした下肢静脈瘤のそのレーザー治療に関する、うん、まとめみたいなものこれ実はつい最近発刊したんですよ。あとがんに対してもですね今遺伝子治療を実は数年来今取り組んでいまして、そうですね、もう永久に先生チャレンジしてほしいね、うん、そうですね、そうですね、できるだけのことはしたいと思ってます、はい、ぜひ今後の目標も教えていただけますか、うん、まず我々が例えばいろいろな治療がうまくいったとしてもその最終的には医療の主役っていうのは患者さんだということを見失わないようにそういう基本的な考えだけは見失わないように取り組んでいきたいとそういうふうに考えてます。最後になりますが、はい、阿保先生の格言をお願いします。いろんな好きな言葉はあるんですけど一番合っているなと思うのは、人間至るところ生産あり、人間というのは人の間で至るところ生産というのは青い山とかというんですか、生産あり、これ私も適当に拡張していいように解釈してるんですけれども、はい、生まれ故郷から離れてもどこでも墓場はあるよっていうのは直接の意味のようなんですね。ただどこに行っても行き場はある、どこに行っても活躍の舞台は作れる、そういう意味なんですね。これはなんとなく私の今までの、そうですよね、国を離れてこちらに来てっていう、ね、ところですもんね、ところに通ずるところもあるし、その逆境になっても何かチャンスは来るんだと、そういうある意味都合よく解釈してるんですけど、もういや、うん、分かります分かります、分かります、はい、生産は自分で、求めることができると、そういうふうに拡張を解釈して言葉をちょっと時々思い出したりしてます。ずっと止まることなくね、その医学界でなんか革命を与えていってほしいなと本当に、ね、本当に思います、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。さて続いてご紹介する企業様なんですが、うん、まだちょっとお二人には早いかなと思うんですけども、老後の生活ってもうプラン立ててますか？いや立ててますよね。大体一番近いのは俺だからね。ミシェルさんは？私ですね、はいはい、私は全く立ててませんね。あ、うん、これはね困ったもんでね、お家も持ってませんしね。あ、マンションまだ借りてます。なるほど。あやのちゃん考えてる？私考えてます。っていうのはどういう？私、はい、祖父母が田舎で畑をやってたんですね。で私はなんかすごいシャキシャキしてる祖父母が大好きで、なので農業やりたいんです。だからそう田舎に帰って農業やりたい。おばあちゃんの影響あるんだ。はい、あります。なんか育てたいです。で朝早く起きて早く寝るみたいな生活がしたいです。でもできるかな。俺もそこ行っちゃっていい？あ、一緒に来てください。一緒にやりましょうよ。俺もやってみたいな。ということでご紹介する企業様なんですが、入居者様にケアを提供しそれぞれのニーズに合わせたケアを目標としているこちらの企業様です。これが大事だ。埼玉県狭山市、この場所に関わる全ての人を幸福にすることという信条を掲げた福祉施設があるという。至福の会に勤めれば長く勤めて自分の長所が年老いても活かせるみたいな、そうするとこの安心して至福の会で仕事ができて、なんつってもこの仕事を人を助けることが仕事ですから。幸せになれる場所を提供する社会福祉法人至福の会武蔵野園、施設長大野博明。緑に囲まれた環境の中に特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアハウスなどの福
複合施設を展開する社会福祉法人至福の会武蔵野園。高齢者の人口増加率が高い埼玉県では、福祉施設の必要性は近年さらに高まっている。福祉サービスの充実が求められている中、武蔵野園では高齢者の方が満足できるサポートを行うきめ細やかなサービスと快適な生活が送れる体制を整えている。さらに今回新たに特別養護老人ホーム武蔵野園若葉をオープン。この武蔵野園若葉の新しい施設について取材も行った。高齢化社会に必要な人材と施設とは何か、施設長の大野に聞いた。まず早速なんですけども、業務内容から教えていただけますか。はい、私どもは社会福祉法人至福の会ということで、メインは特別養護老人ホームを経営しておりまして、はい、それに付随するショートステイケアハウス、また在宅サービスでデイサービスセンターですとかね、ホームヘルプサービス、またそういう相談に乗るケアマネージャーがいる在宅介護支援センターと、そういった事業を行っております。いつ頃からやってらっしゃるんですか。そうですね、平成9年の5月にスタートしまして、もう17年になります。17年、はい、いろんなことありますよね。ずっと変わってこられてるんでしょうね。だんだん何かこう付け加えるものがあったりして、ね、国の制度もね、措置から介護保険とさまざまに時代がね変わってきてますので、きっかけって何だったんですか。きっかけはですね、最初私は製造業をやってまして、自動車関係の製造の方をね、また全然違いますね、うん、それで父がたまたま他の社会福祉法人の理事をしてまして、はい、そういった方々とちょっと話す機会がありました、ね、なるほど。そういった中でそのなんか困ってる人を救うのがね福祉の仕事だみたいなことをこう結構熱く言われまして、自分もそういう仕事をしたいなっていうのがね、ちょうど25歳の時に思いまして、はい、それからこういう仕事をやってみたいというふうに思ったんですね。人の手助けというか、ね、人を救うという、そうだよね、今まで車の会社にいたんですもんね、製造業。それもものづくりでね、ものづくりで、社会のことをためになるっていうのはあるんですけどもね、直接こうユーザーと知り合ってこう、なんか感じるっていうのがいいかなということですね。現在も拠点は狭山市ですか。そうですね、はい、今月に新しい施設ですか、できたとお伺いしたんですけども、17年経ちまして、特別養護老人ホームもね、措置の時代から介護保険を隔てまして、いろいろさまざまな形が変わってきましてね、今は昔はその4人部屋でとかね、50人で一箇所の食堂で食事をするっていうようなのが通例だったんですけども、今ユニットケアっていって10人が1ユニットで10人単位で生活をするっていうような作りの特別養護老人ホームになりまして、最近ではそれが主流になってきてまして、私ども17年ねこの仕事をしてきて、法人としてそういうユニットケアっていう特養もね、一つ立ち上げて、幅広い地域のニーズに頼る法人になるべくね、ということだったんですね。でたまたま狭山市でその私どもが今経営している老人ホームが入祖地区というところなんですけれども、そこが一番高齢者率が高くて、狭山市も何としても入祖地区にあと一つ特養を整備したいと、そういう願いもあったもんですから、当然今私たちが今入祖でやってますんでね、ぜひ手を挙げるということで、そうは言っても今の時代ですから、先ほど言ったように、そうやりたいっていう人が、何人か、そうですね、でも介護の方に携わってくれる人を確保するのはやっぱでも大変じゃないですか。その前は50人のね、その利用者の方々がおられて、それが10人になって、もっと手がかかるっていうか、手を尽くさなきゃいけなくなるんじゃないでしょうか。その一人一人に対してとか、そういうことじゃないですか。なるべくその人の生活単位を変えないようにということで、10人1人って言っても、それが例えば100床だと 10箇所こう1つの建物の中に10人とグループがあるんですね。100人、その周りの環境っていうのはどういった、そうですね、
はい、防災を兼ね備えた地域 の、 その避難場所にもなりうる設備をね設けて地域の防災も取り入れたものにしていこうと、 あとは地域 の、 その交流スペースを設けて、あとケアマネージャーを整備してその地域を支えるケアマネージャーさんが、まあ、8人今いますから、そこに地域交流スペースでその介護を必要としない方々もこの武蔵農園と関わることで、なるほど、まあ、地域のことをよく、まあ、私たちも知って、まあ、地域を支えていくっていうのが一つ役割として。私どもの法人も平成9年3月に、オープンしまして、まあ、介護の仕事を始めて早18年になります。2015年3月にオープンした特別養護老人ホーム武蔵野園若葉、全室個室のユニット型100床で全ユニットに浴室を完備している。ユニット型とは入居者10名を生活単位としたキッチン、浴室、トイレ、共同生活室が整備されているスペースをワンユニットとすることを言う。武蔵野園若葉のこだわりは地域との関わりを充実させるための地域交流スペースを併設し、さらに各ユニットには最新の浴槽を完備している。この新しい施設はお一人様に一つのお部屋ということで、個室のケアをさせていただくというところで、既存の施設とは大きく変わった点だと私は思っております。モダンな作りの中庭には静かな時間が流れ、入居者にとって居心地の良い空間を演出している。新しい施設にはかなり大きな地域交流スペースもあるということなんです、うん、そうですね、145平米のところですね、はいはい、145平米、かなりありますよね。そうだよね、うん、そう、地域交流スペースっていろいろな形あるんですけど、ね、はい、ただお部屋があるっていうだけだとなんかそこ集まって何するのっていう話があるんで、ちょっとカウンターキッチンみたいなのを作ってなんかこう食事ができるっていうのね、なかなかこれになると楽しみがこう食べることじゃないかなと、そんなに着飾ってどっか行くっていうね、なんでもないですから。そうするとそこへまあ厨房だとどうしても集団給食になるんで、この衛生的に誰でも入れるっていうスペースじゃなくなるんで、まあ、別にこうカウンターのキッチンを作って、例えばそばの同好会の人が来てそば打ちやったりとか、ね、そういうその食事会をするというとこう集まりやすいんじゃないかなっていうような工夫をちょっとしてみたりしてるんですけどね。ここからはですね、まあ、今困ってることというかスタッフの確保が大変だとお伺いしたんですけども、はい、そうですね、今施設整備があちこちでされましてね、はい、その今高齢化社会ですから結構入居者の方は結構は申し込みがあるんですけどね、はい、やっぱ少子高齢化でね働く人材が減ってきて、福祉の業界ってこう何ていうんですかね、そんなに景気不景気はなく、うん、こう水準してるんですけども、世の中の流れがですね、景気が悪かったり良かったりしますんで、なるほど、それにこうやっぱ学生さんも動いて、はい、求人も動いてくるっていうことなんですね。そうすると今オリンピックも招致も決まって、はいはい、うね、もう景気がちょっと上向いてる状況ですから、うん、まあ、介護の業界と限らずその採用っていうのは、はい、非常に難しくなってきてますので、はい、まあ、今できることとしてまず武蔵野園さんで、まあ、職員同士のコミュニケーションっていうのはどういうふうに取られてます、うん、やっぱりこの介護ってなんか 3K っていうイメージがね非常に、うん、強いですから、うんうん、やっぱそれを払拭したいなっていうのはありますね、だからイベントですとかね、そういったものも多くやったりですかね。今後のさらなる目標ってありますか、やっぱこう事業展開していく中でその職員のですねやっぱり幸福っていうのもあるんですけども、やっぱ長くその人の職員の長所を生かせる職場作りっていうんですか、
例えば若いうちは介護で特養でガンガン介護やっていろんなことを吸収する、またそれが今度在宅サービスによって在宅の人に活かせるとか、その年を追うごとにその何ていうんですかね、その長所っていうのはどんどん成長してくると思うんですよね、はい、そうするとそういう場面場面の職場っていうものをこう整備していくことによって、私服の会に勤めれば長く勤めて自分の長所が年老いても活かせるみたいな、そうするとこの安心して、まあ、私服の会で仕事ができて、なんつってもこの仕事を人を助けることが仕事ですから、奇跡な仕事ですよね、それが仕事でできるっていうことなんで、あ、まあ、そういうふうな職場作りっていうのをしていきたいなというのが、まあ、一番のね、生き生きしてきますよね、きっとね、あ、ブラック企業でね若いうち使ってあとはリストラしてしまうみたいな、あよりはやっぱそういう、それが一番寂しいですもん ね、 そ、 れはねそうするとやっぱそこそこでこう役割を果たして長所を生かせるという、まあ、そういったことが、まあ、実現できる社会福祉法人私服の会でありたいなというふうに思っております。最後に格言をお伺いしたいと思います。格言ですか、はい、私は今、まあ、痛い同心という言葉が好きですね。そうすると痛い同心、まあ、体は違っていてもと、ね、よく夫婦を、ね、夏目漱石で、はい、夫婦なんだけど、心は一つみたいなね、体は別だけど、違っていてもだから、やっぱり一人一人が職員もですね、心が一つにならないとできないし、少数であってもやっぱ体は違うけど一つの志と気持ちがあれば、大義を成し遂げるというかね、そういった意味ではそういう痛い同心という気持ちでみんな頑張ろうよというような形で日々言っていますけどもね、はい、なるほどね、おっしゃる通りだね、力が大きくこう膨らむかどうかっていうのは大事なことですもんね、グループとしてね、たくさんいても通わなきゃ話にならないもんね、わかりました、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。ネットショップは誰でも参入できる通販ビジネスです。実店舗を構える必要がないため、たくさん資金を用意する必要はありません。しかし、どんなに規模が小さくても成功するためには理論とメソッドをしっかり学ぶ必要があります。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、売れるネットショップ運営のコツがわかる本。この本を書いたのは株式会社メリマックス CEO の立川光明さん。ネットショップで成功するための101の最新理論をレッスン方式でわかりやすく解説し、ビギナーからエキスパートまでを対象にしたネットショップ運営の決定版です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。